キングズハイウェイは1650年から1735年のアメリカ植民地時代に存在した全長約1300マイルの道路である。この道路は植民地総督たちを監督していたイングランド王、チャールズ2世の命によってサウスカロライナ州チャールストンとマサチューセッツ州ボストンを結ぶために建設された。ニューヨーク市より 北部の区間は1673年1月22日に整備され北部ボストン郵便道路となった。この道路は最終的に1735年に完成した。シーモールによる1729年のニューイングランド、ニューヨーク、ニュージャージー及びペンシルベニアの地図、郵便制度を記述した挿入文がついている。ハーマンモールの1729年の 郵便地図はこの経路について以下のように記述しているボストン郵便道路はニューヨーク市とボストンをつなぐかつての郵便配達経路網でありアメリカで初めての主要幹線道路へと発展した北部郵便道路はもともとはピコート小道と呼ばれておりヨーロッパ人が訪れる以前からネイティブアメリカンが長らく利用していた小道であったこれらの主要なネイティブアメリカンの小道は もう家の靴で長年踏み鳴らされて、周りの森林よりも2フィーと低くなっていた。入植者たちは最初はこの小道を天馬による郵便配達道路として利用していた。北部郵便道路を整備するための最初の乗馬は1673年1月1日に始まった。その後、入馬者や駅馬車がその道路を使うことができるように、この道の周りは新しく切り開かれ、拡幅され、 平坦にされた。19世紀の間、有料道路会社らはその道の区間をおのの買い取り、改修を加えた。これらの多くの区間が今でもキングズハイウェイ及び、ボストンポストロードと呼ばれている。この郵便道路の大部分は、現在の合衆国道1号線及び、合衆国道20号線の一部となっている。ありがとうございます。